ギターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。皆さんこんにちは。こんにちは。高橋由紀と篠原雅史です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は毎週日曜日に YouTube にて最新動画を配信しています。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。はい、はい、ということで今回のテーマは、ね、この衣装がね素敵でしょ、はい、もう初めて来ました、こういうの、はい、今日のテーマはですね、はい、私をサルスエラに連れてってということで、はい、ちょっとサルスエラという世界をねご紹介したいと思います、はい、それでは早速ゲストの方をご紹介したいと思います、はい、サルスエラ協会会長桜田由美さん、ギタリストの中島晴美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。ケタール華やかですね。この衣装はね、はい、そのサルスエラの時に使う衣装をといって今日はね持ってきていただいて、はい、もうここにほら僕の人形がいたりいやいや、はい、サルスエラとは何ぞやというところからちょっとね、はい、そこからはい、ぜひ。わかりました、はい、もう私かれこれも20年もやってるんでね、何百回とお話ししていることでございますけれども、はい、サルセラと言いますのは、はい、スペインのマドリードで発祥した生粋の、ま、人情劇といいましょうか。歌とお芝居と踊り、そして笑いが混ざったエンターテインメントの舞台でございます。はい、拍手。ありがとうございます。平たく言うと例えばミュージカルとかオペラのようなものなんですか、うん、そうですね、まあ、ジャンル的にはそちらです。ただサルプエラという特別な名前になったということなのには大きな理由があるんです。はい、言っていいですか。はい、はい、お願いします。17世紀頃ですね、今から300年から、はい、まあ、350年ぐらいですかね、中心ぐらいの浅野匠の神が生まれたあたり。おお、すごい昔。やっぱり分かんないけど昔昔の物語です、はい、王子様のお誕生日、その時に初めて上演された、これがサルフェラ宮殿で行われたんです。んそれからこれをサルフェラというようになったんですね。はい、へえ、ちょっとね写真をね、はい、あるのでちょっと見ていただいて、これ舞台の様子なんですけど、はいはい、まずこちらは どんなあれですか。これはですね、インスティテッド・セルバンテス、はい、四ツ谷にありますスペイン政府の語学学校の劇場で行われたんですけど、はいはい、まあ、そういうイベントだったんですけどもね、パロマの前夜祭という、まあ、スペインの夏祭りが舞台になってるんですけども、はい、本当に簡単な男女のたわいもない痴話喧嘩とか、痴話喧嘩、なるほど、そんなものが1時間ぐらいで、そうね、1時間ぐらいでちゃちゃってやります。そんな舞台です。この2枚目の、はい、これはなんか踊ってらっしゃいますけど、そうなんです、歌と踊りとお芝居とお笑いが混ざってるって申し上げましたね、はい、踊りの部分ですね。だからサルセーラーの中にはこういうフラメンコのシーンもあるんです。あ、なるほど。で3枚目、はい、これがまあ、笑いの部分と言いましょう。あ、そうなんですか、なんか告白してるようなプロポーズするという、ね、あ、そうです、ね、最後の最後のオチで、実は君のことが好きで愛しているよ、え、もっと稼いでねそういうことも言ってですね、人情劇ですからね。なるほどね、はい、人情劇、その僕喜劇というふうに聞いたことがあるんだけど、まあ、要するに笑いという意味ではそうなんですね。それが最大のオペラとの違うところです、うん、オペラ皆さん、ね、カルメンご存知だと思いますけど、ね、殺します、悲劇になりますね、うん、すごい言われちゃいますか、ね、それがサルセラは絶対に死なない。あ、なるほどね、ハッピーエンド、ハッピーですね。でもなんか浮気してもちょっと喧嘩しても、まあ、祭りに行って騒いでみんなで飲んで遊ぼうよというのがさ、いいですね、みんなでスペイン行きましょうかね。楽しいですよねさあ、そのサルセラの歌を歌われるということで、ね、ちょっと一曲歌っていただこうかななんて思っちゃいますので、はい、ちょっと一曲、はい、はい、ご紹介します。ソロサバル作曲、マルセリーノの歌、どうぞ。Thank you.
ソロサバル作曲マルセリーノの歌でした。これはあの、映画のね使われたあれですよね。はい、うん、汚れなきいたずら。そうですよね、うん、これはサルセーラとは実は ね、この曲の作曲家ソロサバルが、うん、サルセーラの作曲家なんですよ。とっても有名な港の酒場女ラ・タベルネ・デ・ラ・ル・プエルトを作曲した素晴らしい作曲家です。初めて聞きますよ ね、知りませんでしたね。それは ね、目からみんな鱗です、はい、ちょっと舞台の写真をまたねちょっと、はい、今見ていただきながら、はい、これはこれも笑いの部分、ちょっとなんか、うん、これね篠原先生みたいに女の子が大好きな僕全然両手に花っていうシーンなんですけれども、はい、はい、もうこの二人の姉妹可愛い美人の姉妹を連れてお祭りに行くっていうシーンなんです、うん、でどっちかと結婚しちゃうかななんて言ってるシーンで、ちょうどこれねちょっと一緒に行かせてくれないこれ残念ながら入ってないですでそこにあのおばちゃんママおばちゃんですおばちゃんじゃないごめんごめんママがこれママ役がママ役っていうねこれはまた随分華やかな衣装で、これうちの、はい、うちの子たち、娘たちの役でやるんですけども、そのみんなで、まあ、衣装揃って、ね、やはり民族衣装で今日のね衣装ってもうあれですし、はい、あそうですか、うん、これみんなマドリードの浴衣みたいなもんなんです、うん、夏祭り、お祭りの時に着るから、これも同じ舞台ではないですね、これまた違うものですけど、やっぱりお祭りが舞台なんですね、うん、はい、でマドリードには有名な祭りがいくつかありましてね、はい、その一番有名なのが聖パロマ祭という8月なるほど、でもいくつかのそのお祭りの物語が一番人気があるかな、うんうん、これ意外にすごい素敵だから高く感じますでしょ高級な、はい、ね、あるんですけどピンカピンカありますけどでもね丸洗い結構ね洗濯機ガラガラガラって、ね、これは、また皆さんで踊ってるシーンでこれはもう最後の決めのポーズ、あー、ね、はい、5秒止まって写真タイム、いかにもね素敵なあれですよね、かっこいいでしょ、これ写ってるとこですね、これも、あ、これはこれまた悪いの部分、歌ってらっしゃる、ね、私がボケてみんなで笑って歌ってない、歌ってないのあ、これは歌ってる、最後勝手にこう皆さんの、あ、そうですね、2階のお客様、借りてしまってのお客様、華やかな舞台ですね、そうですよ、みんな私が買い付けてるのよ、一緒急にタメ口になってます、とにかく楽しいですよ、ね、楽しいです、ね、これぜひ、ね、見に、ね、行きたいと思うんですけどね、もうあります、夏シーズンですからね、来月もありますし、うん、次の8月も9月もどういうところでやってらっしゃる、7月はインスティットセルバンです、あ、先ほどの、はい、うん、そして8月はですね清里、ちょっと涼しいところなんですね、そこでスペイン音楽祭、スペイン音楽祭清里ですね、9月は、代々木上原のムジカーザという、ね、はい、ここのサロンなんですけども、はい、そこで、ね、ビールなんかも一緒にお出ししてね、それで日本の初演のものをやろうと思っています。ムジカーザね伺ったんですけれども、うん、あそこ上下の、うん、あの2階のところをね、バルコニーに仕立てて素晴らしい演出なんですよ。なるほど、私演出家もやってるんですけどね、ね、いろんなことされて、ね、翻訳もやってるんですよ、ね、はい、作家さんです、振り付けもやってるんですけどね、要するにね会長さんですからね、はい、なんとか長ってつく人は一番仕事が多いんですどこでも多彩でいろんなことをされて、ね、はい、でも本業というかね、はい、もう素晴らしくいろんなことをやってらっしゃる本業って何が本業だか分からない、はい、ですね、先ほどサルセーラの作曲家というねお話が出ました、もう一曲聴いていただきたいと思うんですけど、はい、実はあのギターの中ではトロバというあの、ね、有名な方がいるんです、実はこのトロバもサルセラを書いてるんですよ、ソサバルとトロバが、この2人が新しい作曲家サルセラの出版というわけで、ちょっとトロバの曲を聴いていただきたいと思います、私たちは、はい、あ、そうなの、はい、ご紹介します、はい、トローバ作曲松の木のロマンス、どうぞ。Thank you.
トローバ作曲松の木のロマンスでした。はい、はい、あのいろいろお話伺ってきたんですけど、はい、桜田さんと中島さんはどちらで出会われたんですか？もうずいぶん昔からの、ね、はい、飲み友達です。一人のバルでね、知り合ってね、楽しいところでそうですよ、ね、実はねちょっとこんな写真を見ていただけると、はいはいはい、これはなんかうやうやしくこう、そう、これ私のね成人式の着物です、はい、これ今の衣装も素敵ですけど、またこれももう日本のね代表的な素敵な素敵なあれで、ね、初めての時にあのよろしいですか、はい、この方どなたかちょっと言わせて、あ、そう、この方はどなたですか、はい、スペイン国王フェリペ6世でございます。これが当然向こうで、いや日本なんですよ実は、ね、じゃあ国王がいらしたこちらで2017年春ですね、日本の文化のことを、うん、よく日本の方がスペインのことやってくださって、うん、というお礼をしてくださって、はい、で私代表呼ばれた、ね、そりゃそうだよね、協会の代表ですよね、ありがとう、うん、と言ってください、サルスエラの、うん、会長、もちろんの唯一の会長でいらっしゃるし、うん、あのギターでは、うん、あ、ね、あの中島さんが、うん、スペイン音楽のギター協会の会長さん、はい、スペインギター協会の会長同士、もうね、会長でね、会長って本当に素晴らしいからね。さっきがこの、ね、成人式のお着物って言ってたんだけど、この前私たちね本当にね、女性陣はね、うん、もう何を着ていたら失礼じゃないかということで、で、あの帝国ホテルだったんですけど、うん、はい、もうその前にこう美容院って鏡の前で見たら、なんか2つ先ぐらいのところからサルスエラって言ってる声が聞こえてきて、で、あの方は同じ関係なのかなって、でもあの方は花嫁さんだよね、鏡越しですからね。そうそう、何狙ってんでしょうね。私の財産ですからね。それでやっと思ってサルスエラってちょっとうずうずして伺ったら、同じことで来てる親御さん、越見の、ね、私ね、それで仲良くなって、ね、スペイン大使からね連絡が来たんです、はい、うん、そうメールで、はい、私いたずらメールかと思いました。国王陛下が呼んでるから来なさい、そうね、ちょっとびっくりするよ、ね、新手の詐欺かと思いましたね、着物を見つけられてるから。でもあの時ね、お着物を選んでよかったんですよ ね、 たね、私たち、あのそこの、うん、そこの3人ってもう一人いらしたんですけど、うん、ここですってこう記念撮影の時に、はい、ね、国王 の、 あのと大使の隣の前列のところに、その3人ここへって言われて、うん、やっぱりね、覚えておいてください、そうですね、ね、で、まあね、皆様いらしたから遠慮がしちゃって、いや、ここも決めてここにしてくださいって言われて、うん、そう、その写真も、ね、ちょっと見せていただけますか、はい、こちらがそうですね、うん、でこれはもう一人ずつご挨拶して、さあ、のワンショットに、ね、入ってください。最高のご挨拶ですね。で、この方ね、190センチあるんだよね。190。ダルビッシュかなんか、すごいですよ。それ私148なんです、はい、だからね、一緒の写真になるとだいたいどっちかの顔が切れちゃう。だからこんなにしながらなんとか収めてもらったという、はい、ね、この話は尽きないので、はい、あの実はですね、次回もね、このままサルセラのお話をやっていただきたいと思ってので、今日のところは一度ここで、はい、そうなんですか、一回ここでお別れしたいと思いますが、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、まあ、それでは一旦ここまでということで、はい、今回のゲストはサルスエラ協会会長桜田由美さん、ギタリストの中島晴美さんでした、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは今週もお別れの時間となりました。次回のギターはおしゃべりは来週日曜日に YouTube にて配信いたします。チャンネル登録をしていただきますと配信のお知らせが届きますので、皆さんチャンネル登録をお願いいたします。これまでの放送もすべて YouTube でご覧いただけます。検索ワードはギターはおしゃべりで、ぜひご覧ください、はい、ホームページも来てください、はい、それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。可愛かったな。